はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はハロウィンのかぼちゃを作りたいと思いますね。ちょっとね、ハロウィンのイベント終わっちゃったかもしれないんですけど、作っていきたいと思います。あとね、こちらのかぼちゃ、中に飴が入ってますね。この中に飴を入れることができますね。なのでね、子供たちにプレゼント最適ですね。割れづらいね、飴を使ってくださいね。ここがね、とんがってると割れちゃうんで、これ結構とんがってるんですけどね、優しく入れれば大丈夫ですね。1個か2個は入りますね。じゃあ今日はこちらのね、飴入りのハロウィンのかぼちゃ作っていきたいと思います。はい、260ですね。ちょっとね、もんどいてね、これぐらいですけどね、この長さはね、適当でいいんですけど、中にトースト、ね、止まるんでね。最後ね、これ絡めてあげてね。ここまで行きましたね。そしたらこちら260の緑ですね、深緑でもいいですし、黄緑でもどっちでもいいですね。じゃあこっちの結び目の反対側につけましょうかね。そうしたらこれがね、ずれて取れなくなるんで、初めにね、やってください、ね。はい、こうですね。で、ピンチ水素3つ、3個すくうだけですね。柔らかくしてね。これ顔描くだけですね。もう一個のね、こっちのバージョンですね。ここまで作ったら、今の余りを使います。
今あまり先っちょだけ膨らませますね。それかね、切れ端があったらね、切れ端を使ってくださいね。でここで押さえてね、やるとここだけ膨らみますよね。で少し隠して、絡めるんでね、長いとやりづらいんで、ちょっと切ってあげて、で、この結び目がない方、こっちに絡みつけます、ね、感じにね、描けばね、簡単ですね。あと、黒いね、ビニールテープをね、切って貼ってもいいですね。こんな風にね、かっこよく描いてもいいですね。じゃあ最後にね、飴をね、入れていきますね。まあ、こっちからでもいいし、こっちからでもいい。はい。これで、子供たちが大喜びです。完璧ですね。じゃあ次回はね、かぼちゃのね、別のバージョン作りたいと思います。はい、また見てください。はい、さようなら。